スタンリー、またはスタンレーは、イギリス領フォークランド諸島の首都。東、フォークランド島ポート、ウィリアムの奥に位置する。ポートスタンリーとも呼ばれる。なお、フォークランド諸島の領有権を主張している。アルゼンチン側ではスペイン語で、プエルト・アルヘンティーノと呼んでいる。人口は2115人の小さな港町だが、フォークランド諸島では一番大きな町である。街並みは、 イギリス風で19世紀のイギリス植民地時代の建物が多く残る。1987年に設立されたフォークランド、諸島博物館やガバメントハウスや1892年に建てられたクライストチャーチ大聖堂などがあり、ゴルフコース、競争場、戦争記念施設、郵便局、キングエドワード7世病院など、また島唯一の刑務所もある。 1763年、フランスのルイアントワールド・ブューガンビルは、フォークランド諸島に入植しようと、現在バークレイサウンドと呼ばれる湾沿いに、ポートルイスを築き、そこが島の中心地となった。その後のイギリス植民地時代において、リチャード・ムーディ知事は、新たな入植地を見つけようと、イギリス海軍のフランシス・ロードン・モリア艦長と、ジェームズ・クラークロスを迎え入れ、彼らは5ヶ月間島まで過ごす。 ポートルイスのすぐ南にあるもう一つの入植地、ポートジャクソンは寄港する船舶にとり十分な推進を持つことが考慮され、そこをイギリスの伯爵エドワード・スミス・スタンリーの名にちなんで、スタンリーハーバーと改名し、1843年にから1845年にかけて首都移転を行った。しかし、首都の変更に入植者たちの反応は様々で、 ムーディ知事は最悪の選択をしたとも言われ、当初は停泊地としてうまく機能しなかった。1849年に30人の結婚したチェルシー年金受給者たちが入職し、島の防衛とスタンリー以降発展を助けた。その後スタンリーは水深の深い港として発展していった。1982年のフォークランド紛争ではアルゼンチン軍に一時占領された。 ケッペンの気候区分ではツンドラ気候に属する。中心部より北に5 3トル離れた場所にマウントプレザント空軍基地があり民間輸送も行われている。1915年から1940年にかけてスタンリー湾の北岸に沿って鉄道が敷設されていた。ありがとうございます。